こんにちは、皆さん楽しんでますか、たいちゃん&カズと申します。よろしくお願いします。本当偶然ここを通り過ぎたことによって出ることになってしまいました。本当少しの間ですけど皆さんと一緒に楽しんでいこうと思いますんで、よろしくお願いします。で一発皆さんで乾杯。血圧と血糖値の続く限りやりますんで、あ、自分もなりますんで、いや、乾杯、よろしくお願いします。じゃあ、妖怪人間レムっていう歌やりますんで聴いてください。弾けるもんですね。初めてやるんですけど、さすがです。素晴らしい。あ、じゃあビールくれた方ありがとうございます。あのビール様方も、あ、ありがとうございます。プリン体がちょっと。
アルコールダメなんです。プリンタイヤー。じゃあちょっとあの自分がですね、アメリカの古い音楽とか好きで、ロカビリーっていうのが好きなんですね。あのでロカビリーといえばあのエルビス・プレスリーさん、あのすごい尊敬してまして、ちょっとあんまりあの好きすぎるあまりちょっとプレスリーさんがちょっと入り込んじゃう時もあるんですけど、そういう時はもうちょっと温かい目で見てあげてください。本当じゃあ次はあのプレスリーさんも歌ってたブルース・エド・シューズ聴いてください。プレスリーさんがちょっと入り込んできてしまいました。子供にね、歌子がさ、それ返してる時のやつ入らないの。だから歌子が返してる時だから。プレスリーでブルース・エド・シューズ、いきなりあの A で始まりますんでついてきてください。ゲタソロ。その元気と声援だけが頼りの曲でございます。イカしたロックの生聞きたいか。2階席声が小さいですね。イカしたイカしたロックの生聞きたいか。イカしたロックの生バー予作聞いてください。予作だ Okay, okay, okay.
hey, ho. Hey, hey, ho. あ、この感じで2時間続きますけど。大丈夫でしょうか。シーンとしてるんで、ちょっと皆様方、時間を縮めますんで手拍子お願いします。よさくよさくもうおじいよよさくよさくおやめがよさくタイちゃんがヘイヘイホーと言ったらヘイヘイホーと言ってくれますか。イエーイ。3階席も元気よく言ってくれますか。イエーイ。本当ありがとうございます。ありがとうございます。埋め尽くしてるこのホール、ありがとうございます。皆さん行きますよ。ヘイヘイホー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 。わっしゃいわっしゃい、隣の星さんは立山生まれのチョキチョキ立山ゴンバツで騒ぎが大好きで、カレッチュリー音わけさらに浮かぶ、あおめでほのほのやりがほのほのおみこしかついで、わっしゃいわっしゃい、わっしゃいわっしゃい、ケーキをつけろケーキをつけろ、ありがとうございます。さすが立山の方々です。ケーキをつけろと言ったら塩巻いておくれです。合ってます。さすが、素晴らしい。じゃあ次は行けますでしょうか。ファッションセンター、ファッションセンター、ジョイフル、ジョイフル、松本スーパーセンター、スーパーセンター、マーケットプレイス、マーケットプレイス。さすがですね。さすが立山っ子、完璧でございます。もっともっと、もっともっと、もっともっと、さすが立山のお客様方です。元気があってとってもよろしいです。元気のあるお客様方に200点満点の大きな拍手。すごい元気があってよかったんですけど、一つだけ惜しいところがありました。もっともっとって言ったら竹もっとで返してください。もっともっとに言ったら竹もっとですよ。いきますよ。もっともっと、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 よろしく、よろしく、まあ、よろしく、よろしく、よろしく、Oh, oh, 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 oh
う時間というものはあっという間に過ぎてしまうもので、あの次の曲が最後の曲です。次の曲の後にアンコールも何もなければ最後の曲になってしまうことでしょう。本当にありがとうございます。先生、あの予定ではあの最後の曲、あの本当立山いいところですね。あ、先生、自分も22年住んでいますんで、いや、とっても素晴らしいです、建物、本当、こんな駅にこんな素晴らしい建物まで来ちゃって、本当、ここで演奏できること、本当、心から嬉しく思って読みます、大きな拍手を。私は本当、今日ここ出会えた人たち、皆さんに世界平和の歌を作ってきたんで、本当、どうしても。立山の人たちにこの歌を聴かせたい。周りを見渡せば小さな争いは絶えないし、この世の中は本当に平和に近づいてるんだろうか。こんな大差でも何かできることはないんだろうか。何をすればいいんだろうか。何をしようか。そんな思いが溢れ出て世界平和の歌作ってきました。聞いてください。何をしろ、この素晴らしい地球のために僕は何をしよう。明日の素晴らしい地球のために僕には何ができる。小さな子供たちのために未来の子供たちのために、何をしよう。この素晴らしい地球のために、何をしよう。皆さん一緒に、何をしよう。恥ずかしがることなんてないさ。何をしよう。大きな声で、何をしよう。小さな子供たちのために、何をしよう。健全な青少年のために、何をしよう。思い立ての中学生のように、何をしよう。立山駅で、何をしよう。そろそろ分かってきましたでしょうか。何をしよう。この素晴らしい地球のために、何を。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。今のが最後の曲でした。アンコールも何もなければ最後の曲でした。ありがとうございました。大ちゃんとカズーでした。ありがとうございました。アンコールも何もなければ最後の曲でした。ありがとうございました。思いもよらない、想像もつかないアンコールの声、誠にありがとうございました。あの、大ちゃんとカズはですね、普段絶対アンコールやらないんですけど、
今日はこの立山にお集まりいただいた皆様のためだけに本当にアンコールの曲を用意してきました。大きな拍手を。立山駅特別ですね。今まで一回も歌ったことのない特別な歌、ジョニー・ビーグッド。今まで一度も歌ったことがないです。だけど今日はこの立山駅のこの素晴らしいイベント会場のためだけに心を込めて歌いたいと思います。じゃあ聴いてください。ジョニー・ビーグッド、業務連絡、キーはいいね。いただきました。翼いただきました。じゃあ乾杯しますよ。乾杯。あ、開いてなかった。ジョニー・ビーグッド弾いたくねえな。じゃあジョニー・ビーグッド、じゃあイントロお願いします。Thank you.
思いもよらない想像もつかないというか、ありがとうございます。ついに血圧と血糖値の限界はとっくに超えてるんですけど、もう一曲だけやるぜ。あ、なんとこの度タイちゃんが作った楽曲がですね、なんとジョイサウンドで歌えるようになりました。大きな拍手を。先ほどの「おう何をしよう」という世界平和の名曲、こちらもちろん歌います。そしてもう一曲、今度は家族愛の歌作ってきました。僕がお母さんのお腹の中にいる時の歌を思い出して作りました。本当家族愛の歌です。家に帰ってお父さんお母さん見かけたら本当に顔をよく見てありがとうって言ってあげてください。これはね、2回結婚して2回離婚した僕だから言えるわけですよ。おつらくしょ。趣味結婚特技離婚ということで頑張ってるんですけど、じゃあ家族愛の歌、ローリングパパ、カラオケジョイサウンドで歌いますんで、サビだけでも覚えて帰ってください。ローリングパパすぐ終わりますんで。指が入る、それをずっと見ていた。サビ行きますよ、ここ覚えて帰ってください。行きますよ。サカゴの礼法、下からつつくパパ、ローリフローリフグラインドパパ。まだ覚えてないようなんで、もう一回歌いますね。ママの中にいる時の記憶が蘇る、足が速い指が速い、それをずっと見ていた。いきますよ、サビ覚えてますよね。いきますよ。坂後の俺を下からつつくパパ。皆さん一緒に、皆さん一緒に、いきますよ。坂後の俺を下からつつくパパ。ラスト一回いきますよ。坂の俺を下から続くパパ。はい、ありがとうございました。カイちゃんの数でした。アンコールしたことを後悔しないように。ありがとうございました。カイちゃんの数でした。ご感動を。この素晴らしい地球のために、おー何をしよう、小さな子供たちのために、おー何を